なんだこの邪悪な木は。これはとてつもない力を感じます。これが魔人ブーの木なんですか。いえ、まだ魔人ブーは復活していないので、バビディとその手下たちのものでしょう。ですがこのまま奴らの好きにさせては魔人ブーの復活は時間の問題です。急ぎましょう。なんていう邪悪な木だ。バビディたちを止めなければ。とてつもなく邪悪な木を感じる。木を出さない人造人間とはまるで違う。体に力が満ちてくる。あれがバビディなのか。こいつらはバビディではありません。え来たな。グヒヒヒ。ここから先にはこのプイプイ様たちが行かせはしないで。気をつけてください。奴らはバビディの魔術に支配された者たちです。何ですって。海王神様、あいつはまさか。ええ、あれは魔獣ヤコン。あんな厄介なものまで従えていたとは。魔獣ヤコン。そうです。宇宙の魔獣と恐れられているとんでもなく強い怪物です。前も言った通り、バビディは魔術によって強い選手を集め仲間にしているのです。油断は禁物ですよ。なるほど、わかりました。ですがここは俺一人に任せてください。海王神様との修行で身につけたZソードの力であいつらを倒してみせます。しかしこんな奴ら相手に手こずっていてはこの先の戦いは生き残れませんよ。それにこれまでの修行の成果をここで試しておきたいんです。海王神様、わかりました。トランクスさんを信じます。おお、貴様一人で来るつもりか。バビディ様えりすぐりの戦士である俺たちになめたこと。グホホ、切り刻んでやれ。行くぞ。お前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう。バカめ、こいつ俺たちに勝つ気でいやがる。おとなしく降参した方がいいんじゃないか。くそー、俺よりすましくんだぞ。こいつは俺たちの邪魔はさせない。だったらもっと本気を出してみね。さあ、暗闇なら負けないのに。どんな状況だろうと結果は変わらない。この勝負、俺の勝ちだ。このままではバビディ様のお役に立てない。そろそろ諦めたらどうだ。その程度でバビディ様を止めるつもりでいたのか。新鮮スワイプシュッ、新鮮スワイプシュッ、新鮮スワイプシュッ、スワイプショット。これで邪魔者は片付いた。なんだ、何がおかしい。バカめ。今頃バビリー様が魔人ブーを復活させている頃だ。なんだと、どういうことだ。お前らもう終わりだ。一体何が。海王神様、別の場所に邪悪なパワーを感じます。さっきまでわからなかったのに。こいつらわざと邪悪な気を強く出して俺たちを引きつけていたのか。なんということだ。まんまと時間稼ぎに引っかかってしまうとは。ですがまだ魔人ブーが復活した気配はありません。今ならまだ間に合います。行きましょう。邪悪なパワーは向こうからだ。急ぐのだ、トランクス。やられた。まさか時間稼ぎだったとは。